からちょっと今日もみんなの星に火をつけちゃう。やってきました、イボキさん。だいぶ髪の毛も生えて、いい感じになってきたの。いつ剃るの？今剃らないわ。いつ剃るの？剃らんわ。冬からこのまま伸ばし続けますよ、しばらくは。サボテンみたいな。誰がサボテンだ。というわけで、今日はどこに来てんでしたっけ。お店の、毎回思うけど、お店の名前覚えておいて。わかんない。今探すね。カーナピーナ。カーナピーナさんですよ。で、どうやらこう話を聞くと、まあ激辛カレーですね。カレーの種類が選べるんですけど、辛さも選べちゃうと。間違いなくね、僕らはやっぱ激辛マスターですから、一番上を頼んじゃうと。頼んじゃうと。そうですよ、ホットですよ。じゃあ早速頼んでいきましょうか。はい。そういうもの、どうしますか。私チキンで。チキン、はい、違うの言ってんのかな。うん、チャナダールでいこう。ひよこ豆、はい、うまそう、これ。本当にひよこが入ってるわけじゃないですよね。わかんない。そうだし。ですよね。あと辛さ選べるの。ホット。かなり辛いですが、よろしいですか。ちなみにこのホットって食べれない人とかいます。ホットのオーダーを受けた時はとりあえずちょっとかなり辛いですけど、申し上げたりしてますけど。怖い怖い怖い。どういう唐辛子使ってるかわからない辛さが来ます。怖いね。過去一辛さは辛くなっちゃうんじゃないですか。来ましたかな。おお。キャナダル。カナピーナ。わー、結構来てるよ。やばい。おー、おー、これなんか普通のカレーの色しない。うん、なんか赤い、赤くない？赤茶色、赤黒い、ドスッとした。これドスの効いた。あ、今来た、来ました。こちらが、こちらチキンです。チキンを山になってから行きたい。うわ、確かにやばい、赤黒いっすよ。で、今来さんのムライテル、こっちがチキンカレーでしたっけ。チキンカレーです。これで完食して、またここに名を残しましょう。いただきます。その前にちょっとこのミルクで、うん、ほら濃厚。何これ、めっちゃヨーグルト。いただきます。いただきます。これ辛いよ。唐辛子、ザ唐辛子って、ザ唐辛子相当入ってると思う、これ。なんか、うん、他のカレーはじわじわくる辛さなんだけど、うん、もう見た目から分かる通り、ずっとみたいとか。うん、ちょっと舐めてた。うん、うん、美味しくない。うん、結構パンチ効いてますね。で、汗やばいじゃないですか。もうびっちょんこです。びっちょんこ。気に入れることはできるけど、お腹いっぱいになるのはもうこれぐらいで十分だから。小人か、そんなに小食なの。半分も食ってないじゃん。ハイチュウ2粒食べればもうまた食えない。妖精みたいな食事してるもん。ドライフルーツみたいな。甘いじゃない。うん、オアシス。うん、舐めてたわ。舐めてた。うん、よっしゃ。うん、これさ、砂糖つけてたんだから。おい、激辛チャンネルだぞ。サッカー選手に野球を教えてくださいって言ってるもんですからね。うん、砂糖は甘いもの。ふざけるな。すいません。おい、何してる。すいません、あのメニューください。マンゴーラッシーください。マンゴーラッシー、デザート頼んでやろうかな。勝手にスイーツチャンネルにしないでくれ。やめてくれ、お願いだからやめてくれ。やめろ。いいだよ。もしかしたらこっちの方が辛くないの。これはないでしょ。いただきます。チキンカレーね。またまたまたそれっていつものあれですか。分かんない、もうどっちが辛いかよく分かんない。一緒でしょ。これぐらいペロリといけますよ。悪いけど、ちょっと先に顔をつけて食え。ありがとうか。犬のように食え。犬じゃねえ。あ、辛い。
あ、こっちの方が辛いかも。ひよこ豆の方が辛いかも。え、だってこっち 色がまだ違くない？うん、うん、あ、こっちのひよこ豆の方がなんか辛い。ひよこが効いてるのか。ひよこが効いてて、どういうの？ひよ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 、ミオキさんが出してないとちょっとこれ以上いけない。うん、それぐらい辛いんですよ。こっちはこっちうまい。こっちだ、バターライス。うん、おいしい。こっちやめな、その目線スースー言うな。何吸ってんだよ。木槽タイム。ちょっと、ミオキさん辛さにやられてるみたい。つらい。わかるわかる。うん、どう？はい。うん、ラストスパートかけちゃいますもん、僕。僕はね、高知でね、激辛武者修行してきたのに、相当辛さレベル上がってるから。なんで？えげつないラーメン食べてきたから、高知で。尋常じゃない。死んだ。1時間動けなかった。それやばくない？初めてギブアップした。え、ほんと？うん。スープは飲み干せなかった。うん。食べる気がする。おい、なんで俺がもう一個食わなきゃいけないんだ。おかしいだろ。おい、なんだけ食うな。いいとこ取りするね。いや、これ別に。ちょっとひどくないですか、見てください。どういうことですか。いや、ってなんで僕のとこにルーが2つもあるで、ナンを食べてる。おかしい。女性ですよ。出た出た、ここに来て。そうからはい、いっぱいいっぱいな。で、ジョニー岩田って空腹、まだ足りない。あげるよ。いやいや、求めてないですよ、僕。しょうがないから、あげるよ。でも僕食べ終わりましたもん。ほら、綺麗に。まだお腹空いてる。はい、勝手に決めんなよ。おかしいだろ、このジャイアンめ。うちは静香ちゃん。こんな、あの、横暴な静香ちゃんいないからね。じゃあ、ジョニーさんのエッチ覗いてないよ、誰も。とんでもねえ静かちゃんだ。何全部食ったのか、ルーだけ残して何だけ食い上がりましたよ。チキンカレー、うん、よく煮込んであるなと思った。じゃないとこんなとろみ出ない、うん、カレーと戦ってる横でこのマンゴーラッシュをすする。見てからね、ジャイアンそのものですよ。この一杯のために来てなぁ。切りをつけたいと思います。いただきます。うん。おおおお。もうちょっと完食しました。おい、食ってねえだろ。ああ、腹いっぱい。全然食ってない。最後俺が食べただろ。どうせパフェ食べんだろ。食べたい。おい、というわけでハーナピーナさんの激辛ホットカレーどうでしたか。辛かった。ああ、辛かったですね。いや。そんな感想聞くほど食べてないもんな。いやー、お腹いっぱいでもなったな。今回の大食いチャレンジ成功です。どこが大食いだよ。むしろ小食だろ。辛かったでしょ、大食いの前に。やめてくれ。俺があんな辛い思いして食ったら、この努力は報われないだろ。辛い辛いよ。なんで辛いよ。どうしてカレールー食べたか、2人は。でも辛さレベルいったら、まあ、辛さ8ぐらいです。辛さレベル8。はい、完成度8です。おめでとうございます。チキンカレーは7です。あ、チキンカレーはそうじゃない。まあ、まあ、そうだね。チキンカレーは7で、僕食べたひよこ豆の方は8だったね。うん、今回出演していただいた芋木さんのツイッターは概要欄に貼っておきますんで、フォローお願いします。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。イエス、イエス。
もしかして。Yes。Yes。全然イエスじゃないだろ。Yes。全然食ってねえし。いや、大食いチャレンジだったからね、本当に。出た。もうジャイアン。言うことがジャイアンやってた。いや、だってもう、あれだもん。チャンネルの今回の企画の趣旨が違う。おい、何を聞いてきた？大食いって聞いてきた。違うわ。チャンネル登録。